まあこれも皆さんね分かってることとは思いますけども、一応チェックしておきましょうね。ロシアは国際法違反の数々を犯してるんですけども、じゃあ一言で国際法違反といっても、具体的にねプーチンはどんな国際法違反を犯しているのか、過剰書きになってますから一応ね押さえておきましょう。確認ですね。皆さんご存知だと思いますけども、覚えておきましょう。はい、まず1番目。あ、まずジュネーブ条約っていうのがありまして、まあこれ、戦時国際法ですね。ジュネーブ条約にいろんなね、やっちゃいけないことを書かれてるんですけども、まず一つはジュネーブ条約の一つですね。病院に攻撃を加えるというのは、それだけで国際法違反なんですね。ですから、まあ、ね、病院は攻撃されないということで、例えば、装いは病院だけど中でね、軍事工場でした、みたいな。そういうのは、それ自体も国際法違反なわけです。だから、ロシアが、ウクライナの病院を攻撃しているわけですけど、いや、これ、軍事工場だよ、とか言ってるわけですよね。でも、それって、本当に理科に冠を立たせずという、正さずというね、つまり国際法違反をしていないよということをちゃんと示すのであれば、どの国が見ても、ああ、なるほどねと、これ、病院って書いてあるけど、もうバリバリの軍事工場じゃんって、みんなが見て分かるようなとこだったらいいですよ。でもね、これね、今ね、このロシアのこういう嘘が通じなくなってるっていうのは、今ね、SNS が発達してるでしょ。で、ウクライナの人たちは、もう目の前で起きてる、ね、ロシアの蛮行をどんどんね、動画でアップしてるわけですよ。まあ、かつてはね、戦場カメラマンとかが行って、その人が撮ってきて貴重なものを全局がね、同じ動画を流したりっていうのが、かつての、ほら、湾岸戦争とかそういう時はですね、本当にね、本当の戦場カメラマンの情報しか見ることができなかったわけです。ところが、ウクライナにいる人たちがみんな目の前で起きてる蛮行をバンバン写真に撮って、バンバン動画にして、今こんなことが起きてる、あんなことが起きてるってやるわけですからね。そうすると、いくらあそこは軍事工場だって、いやいや、ちょっと見ろよと、子供とかここで診療受けてるじゃないか、ほら、今このおじいちゃん、手術受けてるだろう、何が軍事工場だよって言って、ほら、ほら、どこに軍事工場あるんだよって、こうね、ほらって、見せちゃうわけですよね。そうすると、だからね、もし本当に病院が軍事施設だったならば、それを攻撃するのって、よほどね、ちゃんとしないと。一歩間違ったらまさに国際法違反の汚名を着せられてしまうわけですから、もし本当にそうだとしたら、もう慎重に慎重に、誰が見ても明らかだよと証拠を抑えてやるわけですよね。でも結局はみんなが動画をアップしちゃって、全然これ普通の病院じゃんっていうことがみんな分かっちゃうわけですから、かつての戦争のようにね、自分たちがやって、これは違うとか、これやってないとか言ったって通用しないんです。嘘が通用しなくなってきてるんですよね。それがですね、まあ分かってないんだろうと思いますね。で、まあ病院を攻撃する。で、病院を攻撃すると、まあこれは多分ね、プーチンの意図というのは、まあ、可能性2つあるんですけども、できるだけ国際法、ただでさえ嫌われてますから、できるだけ国際法を守ってやってほしいと思うんだけれども、精密誘導弾つきちゃって、適当に撃ったら、あちゃま、病院に当たっちゃったみたいなね、するつもりなかったんだけど、当たっちゃったよね、これが一つ。もしくは、あえてわざと病院を狙うことによって、住民たちの戦意を、喪失させる、ああもう終わったと、私たちもうねダメだみたいにね諦めさせるっていうことで、あえて病院を狙ったが、どっちかなはずなんですよ。私は多分ね、後者だと思うんですね。まあちょっと病院の 2,3 個ぐらいもうやっつけてみろと、そしたら住民ショック受けてね、戦意喪失するんじゃないのみたいな、感じで、あえてね、そういうここを打つかみたいなね、ここ子供だろうみたいな、そういうとこをやると子供が死んでいく、もうやめてくれみたいな、こんな子供たちが死ぬんだったらもうやめてほしいみたいな世論が起きてほしくて、あえて、弱者を狙うということを、まあ、プーチンだったらやるだろうなという気がします。これが一つ。そしてもう一つはジュネーブ条約違反で、民間人を攻撃するのも、これも国際法違反ですかね。ジュネーブ条約違反です。病院の攻撃もそう、民間人、別に病院だけじゃない、民間人を攻撃すること自体が、国際法違反です。ですから、
そのね、軍の施設を攻撃するのはいいんですよ。でも、住宅とか人が住んでるところ、そこを攻撃するということは、これは国際法違反です。もう一つ、まあ、関連しますけども、学校や住宅地への攻撃、これもだからもう軍事目標、攻撃していいのは軍事目標だけですからね、学校や住宅地は一切ダメですね。人々に対する無差別も当然ダメなわけなんです。そしてもう一つですね、これも恐ろしい蛮行でしたね。原発を攻撃するのも、これもジュネーブ条約違反になってます。原発や、近傍に位置する軍事目標は攻撃対象にしてはならない。つまりですね、たとえ原発の周辺に軍事基地があっても、そこはやっちゃいけないわけですよ。だから流れ弾が行くかもしれないしね、だから、原発はたとえ近くに軍事目標があったとしても、それでも攻撃しちゃいけない、はい。ですから、あの住宅地への攻撃、学校への攻撃、病院に対する攻撃よりももっともっとやばいんですよ。原発だけはダメだってなってるわけですよ。だって原発バーン行っちゃったら、ほらチェルノブイリ一機やっただけでああなっちゃったわけですからね。一機ああなっただけでどうなるんですかって話ですよ。だから、それはもう住宅とか病院もダメなんだけど、その日じゃないんです。原発は近くに軍事目標があったとしてもダメです、はい。だからもう理由ダメです。だってこうだからなんて理由関係ない、だから原発に対する攻撃はもうそれだけで重大な国際法違反なんですね。ですから、もうまずチェルノブイリを抑えました。で、南の原発もそうですけども、なんかプーチンがね、原発を抑えるのに何の躊躇もしてないですよね。やべえ、ジュネーブ条約に結構そこは絶対ダメよって書いてあったよねって、いやいやどうするみたいな、そんな躊躇一切ないでしょうね。いや、もうガンガン言っとけばね、原発、女ももう軍事的に制圧せいやって感じですよね。はい。だからもう原発に対する攻撃が絶対あってはいけない。だからもうこれがロシアだとかウクライナとかも関係ないですね。原発に対する攻撃というのは、人類そのものに対する攻撃ですからね。これ絶対にあってはいけない。それをやってしまったということ。はい、そして次。まあ、これも時々ね、テレビとかでね、映像がね流されますけども、よく言われるのはこれですね、燃料気化爆弾の使用、これはですね、ハーグ陸戦条約で、禁止されています。ハーグ陸戦条約というのは、この不必要な苦痛を与える兵器の使用を禁じた、まあ、昔からあるんですけども、燃料気化爆弾の使用はこのハーグ陸戦条約のこの不必要な苦痛を与える兵器に該当するということなんですね。燃料気化爆弾、なんかあの視聴者の爆発があれが多分燃料気化爆弾だという主張がありますけども、要するにただね、そのミサイルがドーンってぶつかってバーンってなんか破裂してみたいなものじゃなくって、根こそぎ吹っ飛ぶというか、根元から吹っ飛ぶみたいな感じですよね。要するに火の玉ができる、あんな巨大な、普通ミサイル飛んだってバーンはいきますよね。でもあんな巨大な視聴者そのものが一瞬にして火の玉の中に包み込まれるみたいになりますよね。もう根元から根こそぎ吹っ飛んで火の玉ができる、あれは普通の、ミサイルではああはならないんですよ。あれが、燃料、気化爆弾と言われているものなんですね。これを普通に使っちまってるということ、はい。もう一つ、クラスター弾の使用ですね。これはオスロ条約によってクラスター爆弾の使用は禁止されています。これどういうことかというと、その爆弾がね、ミサイルがバーって飛んできて着弾する手前で分かれて、ね、10個20個に分かれてババババババーンと落ちてダーンと行くというね、これはオスロ条約でクラスター爆弾の使用は禁止されているわけなんですね。そう、不発の問題もあるんで、だからこの10個とかにバーンと分かれて飛んでいきますから、そうするとですね、普通、だから10発撃っても100とか200とかばらまかれるんですよね。そうするとですね、不発弾がいっぱい、街中に散らばる。これはですね、その後でなって急に爆発したりとか、近づいて触ったら爆発したりとかってことにもなり得る。ですから、要するに広範囲に、中ぐらいのね、爆弾を広範囲に撒き散らすような、そういう攻撃になりますから、
でこれをですね住宅地とかになっちゃうわけですよね。まあ、クラスター爆弾の可能性が指摘される映像いっぱい出てますよね。まあ、学校とかでもここに落ちてる、ここに落ちてる、ここに落ちてるみたいなね、上から見るともういくつにもパラパラってこの着弾直前に分解してパラ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 と爆弾が降り注いだみたいなね、そういうのはまあ見れば分かりますよね。はい、なのでまあ専門家が見て、まあこれは燃料気化爆弾ですね、これはクラスター爆弾ですね、まあ、普通に分かるものを作っていますね。はい、でここにも書いてあるんですけど、そもそもウクライナ侵攻自体が、まあ、鼻から国際法違反なわけですよ。いかなる武力行為も、違法であるというのが国連憲章ですからね。はい、ですから鼻からウクライナ侵攻丸ごと丸っとぬるっと全部違法なんです。国連憲章違反ということですね。まあもちろんそれだけじゃないんですけども、まあ、ちょっと代表的なことを読むだけでもよくぞこんなことやりましたね。ただここから出てくるのはおそらく、はい、細菌兵器の使用、それから化学兵器の使用、そして最後は核兵器の使用、まあ、ここまでですね、進んでしまうんじゃないか。なんなら化学兵器なんてもう今日でも明日でもね、撒いてもおかしくない、はい、そんなような状況ですね。はい、まあ、分かってはいるけども、こうやって整理してみるとムカつくよね本当に